して、こんばんは、岡田真央です。知ってる子もいるんですけど、今 3x3 の選手をしてます。今日はちょっとひろはとさんのフィーズの皆さんと一緒に練習させてもらって、撮影させてもらって YouTube に載せたらなと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ということでいつも通りやってください。ラフちゃんどうぞ。どうぞ。お腹お腹。なるほど。ということで、今日はひろはたさんのスクールかなに来ました。なんかハンダ12と15がいるらしいです。あれは中学生かな、そしたら。小学校。本当に中学生。あのリセちゃんいるから。あの子、ほら。あの子。リセちゃん。何センチ今？135になります。135になりました。今5年生。3年生が一番ちっちゃい。3年生の男の子もいる。なるほど。一番大きくて中学生。中3。横で、横に1個ずらして、横ずらしして前に1個つかないと前に進まないと。作ってこのまま通れば通るから、ボールを通そうするんじゃなくて、通る場所に自分の体を乗るから、ここがこうやって通るから OK。 この角度をちゃんと自分の体で作って。入っていきます。入っていきます。持つ。
ズイングで守備を置く。で、腕の振りもそのまま。教えてるのがあれだから、うん、打ち方似てます。うん、そう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 。そうそうそう。そうなりますよね。そうなの。そこの出身の人はこういう打ち方になる、うん。あ、なんか分かるなって思うと思う。あそこもしかしたらティーズの子かなって。こんにちは。なんで呼びに来た？ただ？とりあえずやれ早くやれ。